どうも、ねずっちです。元力士の大砂嵐がですね、また無免許運転というニュースがありましたけどね、何でしょうね、この人は意地でも免許は取らないっていう信念かなんかあるんですかね。力士を辞めたからってね、信念の方も曲げないっていうね、そういうことなのかなと思っちゃいますけども、だけど前回ね、無免許で追突事故を起こしましてね、で今回がですね、無免許でスピード違反っていうことなんですよ。まあちょっとね、いっそのことをゴルファーに転向したらどうかなと思いますね。やっぱスピード違反ですから、ドライバーで飛ばすっていうのはね、ゴルフだったら大丈夫ですからね。しかしまあね、残念ですよ。これで格闘技の団体からも契約解除っていうことでね、まあ処分は仕方ないですよね。エジプト出身だからってわけじゃないですけどね、やっぱりそこは裁くってことになるよね。ねずっちです。ではまた。